こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、小倉競輪場で開催されてきた G1 競輪祭もいよいよ最終日、12レースの決勝戦をお送りしたいと思います。えー、12レース決勝戦ご覧のメンバーですね。えー、ス s ース班が平原清水を2人、えー、タイトルを取ってる選手も平原のみということで、えー、グランプリ権利がかかる最後の,あの戦い、 えー、賞金で決まっているのは、平原、えー、清水、そして失格がない限り松浦、平原の3人、3人のみ、残りの6人は取るしかありません。2着でも、えー、基本的には取れません、えー。非常に激しいレースを期待したいところです。 えー、そんな中ですね、本命は、えー、絞りきれないです。実質二分戦のこの戦い、えーえー、関東勢と、えー、瀬戸内勢に分かれました。それに短期の選手も三人いまして、えー、お互いのラインの番手を狙ってくる 動きもありまして、非常に怖いです。そして、えー、グランプリ権利もかかっています。ということで、調子とグランプリ権利と、縦の、えー、足を考慮しまして、えー、諸橋、清水、和田、吉田の順の えー、ボックスとしました。非常にあのー、最近のレースはですね、点と点の争いが多いので、えー、ちょっとぼ、これからはボックス主体に行ってみようかなと思います。さて、えー、っと、バック回数見てみましょう。 一番トップは吉田の13回。ホーム回数も9回でトップですね。2位が松浦の10回。ホーム回数5回ですね。バック回数3番手に続くのが平原幸太と清水の5回ずつですね。木暮れが3回となっております。スタート回数は諸橋が4回でトップ。松浦が3回。一番車ですね、松浦は。 清水が清水坂内は2回となっております。えー、うち、松浦と平原は、あのし、えー、マーク戦なので、ゴロに入れないとすると、えー、吉田がダントツトップ、えー、清水も5回で続くという流れになります。えー、並びは、あの、実質2分戦ですね。えー、実質2分戦。 わ、えー、かりやすいです。関東3人。えー、木暮れは短期でを選びました、えー。吉田、平原、諸橋。一方、瀬戸内3人。清水、松浦、河島ですね。短期が坂口、和田。そして、えー、関東ですが、木暮れは短期を選びました。 三連単の支持率。えー、清水の番手を回る松浦ですね。えー、続いて、平原。吉田の番手を回る平原。それから、諸橋。えぇ、ー、清水と和田健太郎と続いております。えー、っと、これが二タ単音図ですね。 その前競争得点ですが清水が1番トップ2番目に平原、えー、3番手が松浦以下諸橋ですね非常にあのこの辺りまでは1点も得点差がなく混戦と言えるのではないでしょうか 逃げの決まり手は松浦、吉田、清水についています。特に松浦と吉田の4回が抜けてますね。となると松浦は清水マークなので、バック回数を見ると吉田の先手が濃厚なのではないかなと思います。データ的には。 でオッズなのですが、1番人気は、えー、非常に混戦なんですが、3番9番、吉田が逃げて平原、諸橋を抜け出しが8.8倍、えー。1号、えー、清水が、清水を松浦が刺す流れが9.7倍。 ちなみに、それぞれの裏ですと、諸橋が平原を指す93だと10倍でそんなに変わりません。一方、清水が松浦を指させず残る51だと14.8倍となってますね。この4人の他ですと、えー、松浦、諸橋が19.1倍。えー、平原、松浦が、の31が18.5倍。 というとこですかね。20倍以下となると。まあ、諸橋、松浦の九一も20.2倍ですよね。え、戦績ですけど、えー、っと、さすがに5走走りということで、い全部一着はないですね。全部連帯でしたら、諸橋がやってますね。えー、っと、 二着、二着、二着、一着ということで、諸橋足も、調子いいですし、この成績はわかる気がします。また、清水も、連日積極的なんですよね、えー。4日中3日、特に準決勝でバック取ってるのは結構大きな要素になるんじゃないかなと思います。えー、吉田日なはもバック取ってますね。 特に吉田は、あの、ゆ、ダイヤモンドレース以降、ダイヤモンドレースと準決勝でバック取ってて、ダイヤモンドレースは結構強いメンバーだったんですが、3着に残っているというのは特筆すべき内容だと思います。まあ、これが決勝戦に生きてくる可能性はありますね。 では、えっ、ー、と、予想の視点なんですが、まあ、これ、まあ、どちらが逃げるかといったら、吉田でしょう。吉田は、まず、平原連れているってこと。平原、諸橋連れているってことがありますよね。それから、バック回数も一番多い。ホームも取っている。ただ、 吉田の逃げって決まり手見てると、まくりの方が多いんですよね。逃げつぶれしてるだけなのかもしれないですけど、伝体率が高い割には、あの、バック回数が多い割には逃げの決まり手がないっていうことで、本来、えー、かましまくりを得意とする選手なんですよ。なので、そんなに逃げるとしても、 平原を引き出すような選考じゃない。さらに吉田って、えー、っと、グランプリの権利持ってないですからね。多少隠したとはいえ、あの、自分が勝ちたい気持ちっていうのはあるんじゃないかなと。これは平原の気持ちの中にも言えまして、平原自身の目論見みとしては、吉田か諸橋が、 優勝してもいい。もちろん、あの、自分の優勝が一番ですけど、吉田か諸橋、関東の誰かが、木暮れが入ってるか知らないですけど、吉田か、ラインを組む吉田か諸橋が優勝すればいいという気持ちなんじゃないかなと思います。 じゃ一方、清水はどうかっていうとえ、松浦を引き出すために早めに逃げるかっていうことは絶対ないですね。また、松浦も失格怖いです。なので、基本的に横の仕事ができません。あの、ダイヤモンドレース見てみると、えー、鈴木隆二にインでせられましたが、えー 外、外の松浦、あ、いや、インで競ったんですが、松浦が、ただ、無理に横、横には振らずに、へしばらく並走しながら走ってましたよね。ということから言うと、強気に横の動きを出すっていうことは、できない。また、コースをつくことも、まあ、松浦、それ,れ、もともと得意じゃないんですけど、 そういうこともできないんで、結局、清水の仕掛け次第っていう要素はあって、危険な本命と言えますね、これは。まあ、松浦の思いとしては、まあ、優勝、まだ特別取ってないんで、優勝したいって気持ちはあるんですよけど、まあ、清水が優勝してくれてもいい。うん、まあ、ちょっとやっぱり、 自分が、まあ、失格。まあ、できれば落車もせずに走、走り、ゴール線を走り抜けられればそれでいいっていう。で、清水ができれば、その時に初めて、あの、チャンスだっていうふうになるのではないでしょうか。清水はもうここは、なので、清水には好きに走れって言ってると思います。清水は吉永ほど流さない限りは、 吉田流す可能性はあるんですけど、早めの仕掛けはない。自分が優勝できるタイミングで仕掛けてのまくりだと思います。では、他の短期の3人はどうか。まず、坂口ですね。坂口はですね、えっと、ラインのしがらみがないです。関東でもないし、瀬戸内でもない。ということで、どっちでもいける。 ただ、番手に行くと足が欠けてしまうという恐れはあるんですよね。それをしてくるか、それとも動きを待って、最後コース空いたとこをつくような展開にするか。か本人は忍者戦法とか言ってますけど、忍んだままで終わってしまう可能性もありますからね。私は、 え番手に行くと思いますその番手はあの関東の方だと思います。やっぱり先行するのは吉,吉田ですしまあ、松浦も平原も無理はできないんですけどそれならば清水がどう仕掛けるかわからないから吉田の後ろに行くのがセオリーじゃないかなと思います。 まあ、平原うまいですけどね。また、清水の後ろだと今調子いいから、2着は取れてもさせない。勝つためには、吉田の番手しかないんじゃないかなと思うんですよね。木暮れは当然関東にはせれませんので、狙うとしたは松浦男。ただ、それやるかな。展開の乱れを待って、 で準決勝みたいにコースをついていくという展開だと思います。あと和田健太郎ですね、まあ、そうあの前場所の和歌山見ると、木暮れが先行したんですが、その木暮れの番手に飛びついてるんですよね。 え、和田健太郎って縦のえ、あの、突っ込みの選手で、番手勝負はしないと思ってたんですけど、案外そうでもないのかなっていう気はします。で、どっちにもいけますよね。和田健太郎も。まあ、どちらかといえば、やっぱり東日本なので、大きなくくりとしては、瀬戸内の方に行く。 行く方が、あのー、後々に響かないんじゃないかなっていう思います。まあ、準決勝みたい縦の綺麗で勝負だとは思うんですけどね、その方が良さが生きる気はするんですけど、まあ、な、ここ何としても取りたいっていうのであれば、もう、 番手行く。まあ何でもするっていうことを考えてるんじゃないかなと思います。なので、それぞれの,あのラインの番手っていうのは非常に危ないです。すんなに回れるとは思えません。そして、その番手の松浦と平原も失格すればグランプリアウトです。あアウトというか、グランプリは足り気になってしまいますね。えー、この、 出てる松浦、平原、清水以外の6人です、6人が勝ち上がってしまうと、その時点で、えー、アウトになるはずです。 松浦か平原が優勝すれば、まあ問題はないんですけどね。どちらかが。なので、あまあ無理はできないってこともあるから、番手はちょっとあの外しました。そして結局ラインで並んでるけど、まあ、それぞれ思惑を考慮しながら、最後は縦に切れる選手が多いので、 そういう綺麗を重視にする、えー、考え方で、この4人。基本的には、諸橋、清水、和田。取りたい選手で縦のある選手。ちょっと着暮れも縦があるように見えるんですけど、準決勝、まあ、展開悪かったと言って、起こすついて、なんとか3着なので、 三着でしたよね。そう、三着なんで、ちょっと気ぐれは、あの、諸橋とか和田とか、清水に比べれば見劣るんじゃないかなと思います。まあ、坂口も同様でして、仮に、番手取ったとしても、縦に競争したとしても、確かにあの、準決勝の外伸び、柴崎をかわした外の闇音でしたけど、 上がりタイムは10秒9でしたからね。バック9番手からよく決勝乗れたと思いますがし、やっぱり柴崎が他の選手と絡んで失速気味になったというのも、あの、幸いしたのかなっていうことで、本来の坂口だったらちょっと、悪くはないけど、レン、 表彰台も厳しいのではないかなと思います。赤、ま、信、あ、はもともと縦のるではないですね。ただ、準決勝の立てなしは悪くなかった。一応外しますが、この選手もないわけではないです。優先順が低いってことで、 やっぱり足は諸橋、清水、和田が目立つんじゃないかな。そして、えっと、この展開見てみると、二分線でもありますし、先行一社でもあります。二分線で清水が思いっきり行くんだったら、あの、清水もよ吉田も潰し合うんですけど、やっぱり役割がはっきりしますからね。そうなると、あの、 ひらはらがさすがに晒しで回ったときは、吉田、チャンスはないですけど、バ手がもつれる場合は、吉田、チャンスあると思うんです。それは確かに、あの、最近の勢いで言えば、清水の方が上です。あのただ、やっぱり、まくりになるっていう危険性と、案外、吉田も、まあ、ひもですけど、 足自体はそんな悪くないんですよね。それで、あの、清水が、平原、吉田を乗り越えられるかっていう疑問もちょっとはあるんです。また落、落車というのもあるかもしれません。坂口も、強引にやる選手ですし、 えっと、もしかすると清水のインネバリなんかもあるかもしれない。となるとかなりもつれることがあるんで、その場合吉田がチャンス出てくるんじゃないかなと思うんで、吉田はやっぱり3連単のシリーズでは最下位ですけど、展開的には足も調子も悪くないですから、 あの、無視はできないです。まあ、あこの、中の視点で言えば、やっぱり、諸橋、清水、かな、とは思いますね。そして、やっぱり、ツッコミが怖く、最近今日せ、えー、一着取ってる和田も、押し難い。えー、っと、押せる。そして、 やっぱり展開的にも足もついてる吉田も怖いっていうところで、ちょっと松浦、平原には残念ながら押せませんですが、非常に混戦になって、非常、あの、バラバラに点で突っ込んでくる長、 流れになるんじゃないかなと思って、この4人のボックスで上げてみました。はい。えっ、ー、と、以上。長く20分を超えてしまいました。KD、えー、祭の予想、KD 祭決勝戦の予想をお送りいたしました、えー。この動画がお気に入りましたら、ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。 ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。さて、いよいよグランプリの権利をかけた最後の戦い、ケイリーさん決勝戦。 果たしてどういう結果になるのか、新たなタイトルホルダー、タイトルホルダー生まれるのかどうか、賞金での賞金、また逆転はあるの,あるのか、逆転でのグランプリ出場者はあるのか、えー見、見守りたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。